はい、どうもこんにちは、ボボテッペです。皆様気軽にボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。今回はね、小貝川水系の、超有名の池にねまた来ております。早朝のね薄暗い状態からもう5名様いらっしゃるというですね、前回ねジョイクロに反応がありましたので、そのリベンジにやってきたといった感じになりますね。でその前にね水温、測りたいと思います。でね、外気温が12度ぐらい、前回ね外気温6度だったんで、まあ、その倍といった感じですね。外気温がだけど水温がその時確かね 13.5 度だったんで、さっきね対岸の方が釣りましたよ。クランクかな、ちっちゃいねパイプとかかもしれないですね。ジョイクロをね巻きに来たんですけどね、すでにもう同じパターンをやられてる方がですねいらっしゃるという。さあどうでしょう、水温ね。さあ水温は、水温はね 12.5 度ぐらい。なんやかんやで、外気温は暖かくてもね、水温はなかなかね一回下がり出すと上がらないというか、ということで、前回の1度マイナスの 12.5 度ぐらい、さあやっていきたいと思います。多分釣れないと思いますっていう、そのレベルですね。ウェイトをもうちょっと足しますか。今回はジョイクロのね145にしました。なぜですね145にしたかというとですね、145の方がね出じまきしやすいんですよね。なぜか知らないんですけど、ジョイクロのバランスって、ね、意外とむずいんですよね。なるべくねお腹に、お腹の下側にウェイトを集中させた方が、まあ僕はやりやすいですね。さあとりあえずですね手締まきです。まあ17かでもねいいとは思うんですけど、まあ試したかっただけなんですけど、まあ、前回セッティングした時もっとやりやすかったんだけどな。まあそうだね、やっぱりやりやすいんですよね。145の方がね出締まきやりやすいんですよ。まあジャストサスペンドぐらいで、あーちょっとスローシンキングぐらいですかね。ちょっと減衰したね、またまたですね、その魚が追い込みやすい地形をしたところにジョイクロをね送り込んでいくわけですけど、ラインとりあえず1ポイントにつき1つのゴミ拾いということで、ワームとライン拾っていきます。ジョイクロのチューニングに時間を送ってしまった。外気温はね12度あったりとかねするんですけど、まあね、水温がね一度落ちちゃってるから、とりあえず、やって1時間ぐらいです。ちょっと時間がなくてね、本当に時間がなくてね、困ったことにね、こっち側でもまあいいとは思うんだけど、ビッグベイトをねやられてる方がいるんですけど、ファイルはパッケージレベル5ブースト、逆もなかったかな。とりあえずねデジ巻きでやっていくわけですけども、ちょっとね水温が1度ねこの前来たより落ちちゃってるんで、気温はね全然あったかいんですけど、やっぱ水温ですよね。水温がね落ちちゃってるんでね、なもんでもしかしたらよりそので今落ちてたレベル5ブーストみたいなリアクション要素の強いバイブレーションプラグの方がもしかしたらこうついちゃうかもしれないですね。145じゃダメかな、ちょっともしかしたらね、175に戻すかもしれないですね。まあどちらかというとその175の方がスローにね意外と誘いたりします。まあこっちがスローに誘えばいいだけの話ですけどね。さあちょっと向こう側ですね、少しだけ空いたんで向こう側に行きたいと思います。ちょっとそこの先までやってみて、あとはレベル5ブースとか、きついな、人が多すぎてきつい。もしかしたらねその175の方がね良かったりするんですよね。ちょっと145でやってみてダメだったら175、そしてレベル5ブーストとかスピナーベイト、ちょっ
とね、沖の地形がねどうなってるか分かんないですよね。結構ね地形変化が重要でして、なぜなら引っかかっちゃうかもしれないからね、ルアーが。あとはもう杭ね、ここから続く杭一本一本に対してヘビダンをストンと落とすか。ちょっとねルアーのシルエットが小さいんで、175を投げた時よりかは割と大きめ、そしてちょっと沈めた方がいいかもしれない。あーなんか若干さらに減衰しちゃったんだね。さらに減衰しちゃったのはちょっと痛いかもしれないな。前回は見えなかったんですけど、今回はねちょっとその境目が見えてるんで、先行者の人が暗いうちからもうビッグベイトで流されちゃってるんで、それ釣れてるかどうかわかんないですけど、同じ釣り方だったとしたらもうゆえのね178じゃなくて145なんですよね。それはね想定しました。動画がねなんだかんだねここに来るまでで多分2000再生とか、ね、損害されてると思うんで、っていうことは多分1000人以上の方が見たと思うんで、で多分ね圧倒的にその自分のねチャンネル視聴者さんはやっぱりこっちの界隈ですよね。霞とかこっち界隈の方が見てることが多いと思うんで、沖から引っ張ってきて、まあ、手前で追い詰めさせて食わすっていうそういう手法なんですけどね。ちょっとね水温が1度落ちちゃってるからね、 12.5 なんで普通に冷たいですよね。適水温以下になっちゃってしまってるんで、なもんでも越冬のバスをね無理やり起こすか、それかもうでかいね活性の高いバスをビッグベイトで食わすかっていう。ビッグベイトで食う魚とかねやっぱり40超えてくるともう主クラスだと思うんで、なかなかむずいっすよね。だけどやっぱり対岸じゃなくてやっぱりこっちだと思うんですよね。寒いなやっぱり、寒くないと思ったけど、前回よりちょっとね沈め気味です。まあ、145だからっていうのもあるんですけどね、シルエットがねまあ3センチぐらい、まあ2センチか、それとも2センチとか、ボディの厚みとかもね結構175と比べると違うんで、でこんな黄色いカラーなんですけど、上がね黄色なんですけど下がね透けてるキクモスさんカラー、明らかまあ175の方がアピールあるんで、さらにねテールフェザーフックつけてあります。ほんと少しだけ足しました。そうだね、それでジャストサスペンドぐらいで、ちょっとねゆっくり、あ178の方がなんかこう生きてる感じがしますね。あね、人間の作ったルアーではあるんですけど、これでね来てくれないかなっていう。レベル5ブーストの 5g でチャートカラーにします。軽くほげるねこれは。どんなだったかな、とりあえず当たったね、コンって当たりましたね。こっちのベイトがいる方ですね。まあバスかどうかわかんないけどね、レベル5ベースト 5g、 とりあえず沖はねあまりないですね。まあ、何か沈んでたとしても、僕はダブルフックチューンしてるんで、まあ、そこまで引っかかんないですけどね。水深ね50センチぐらいのところをこうショートキャストで、刻んでみたりとか、ね、バイブレーションプラグなんでそんなねプレッシャーかけないから、こういうのもねありかもしれないですね。少しだけね深いんだよね。
はい、ありがとうございました。ダメでした。とりあえずですね、僕じゃないですけど連れてる馬をですね2本見かけましたので、前回ね来た時はもうすごい冷え込みで誰も連れてなかったんですけど、今回はねそんだけ、連れてるのをね確認できたんで、まあやっぱり気温がね、ずっと、高い状態が続いてるからかなとは思います。ですので意外とこう表層のね水が意外と温まってたりとかするのかもしれないですけど、一応ね水温を測ったところ、まあ前回ね来た時よりかは1度低かったです。 12.5 度といった感じでね、僕自身はですねちょっとレベル5ブーストの5グラムじゃないけど7グラムの方でワンバイトコンってあったかなっていうぐらいです。はい、すいません。ちょっとね1時間ぐらいしかできてないんですけど、まあ、ちょっとねこんな感じで心の池ね超有名なんで、まあ、情報として受け取っていただけたらと思います。ではですね、本当ですね、いつも釣れない動画ばっかりで申し訳ないです。ボボてっぺことボボちゃんでした。もしですね僕のことを応援してもいいよって方はね、まだの方はチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。バイ。